座った状態で片手で体重計何キロまで出せるか選手権を行います。うわ、まあ、ルールとしては、はい、まあ本当厳密じゃないけど、うんうん、こ体重乗せるのなしね。あこっからこうだけ、じゃあ背中つける。あ背中つけるの、ねうん、握力計測の時みたいなやつだ、うんうん、いきます。まあ、まず僕から言っていい、うんうん、まあ、でもちょっと大本命だけどな。こっちでいいか。じゃあ、うん、ちょっといきます。ね、待ってね、はいはい、いきます。ま、今マックス13。え、これこうやってみていい？こっちの方がいいのかな？指の置き方決めようか。そうだ。やっぱさ、なんか、うん、どこで計測してんだよ、壁は。あ、そうだね。ここか？ここかな、さすがに。ちょっと一回グッてやってみて。あんま変わらんの？あ、でもそんなだね。あんま片方でいいんじゃない？力入れやすい、そっちの方が多分。あんま変わらん。あ、変わんないか。まあ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 、13ぐらいか。13、うん、はい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 。え、最初どういう手でやりましたっけ？まあ、俺最初こう。あこうだよ、こう。あ、そう、あ、まあ、じゃあ真ん中か。じゃあそれで一回やってみるか。いけよ。はい。つけて。ここね、はい、しっかりつけて。うん、はい。いきます。お頑張れ。ああ13いった。でもちょっとやっぱ解放したんで今。あ、ほんと声出すとやっぱ力が。あ、なるほどね、はい、でしょ、テッセやってテッセ13でしょ、まあ、え、聞こんのかやるでも。あ、俺にするか。なんでよなんでよちょっとあんま変なの見たくないじゃん。なんかさ、背中ついてるかだけ取ってちょっと譲りしてみたいな。はい、この状態でいきます。え、こう、うん、そうだね、そうした。まあ、そう、まあそれみたいじゃん、うん、え、いいのか。うん、いいぞ。お、すげえ、すげえ、16、すげえ、すごいね。マジで、すごいわ。首痛いだ。16、13、13。16すごくない？ 16 すごい。いや、全然すごくない。あ、マジで？ 16？ マジか。軽いの？軽い。何？やったことあるし。つけてね、つけて。うん、みんな腕の力でやってるでしょ。うん。そうでしょ。背中だから。あるけどさ。ああ、なるほどね。俺腰とかが大事っぽいけど。おっきい筋肉使うみたいなことね。その、東郷先生みたいなこと。俺もっと弓道部だから。ああ、なるほどね。ああ、なるほど、ね。腕で引いてんじゃなくて背中で引いてるから。背筋で引いてんだ。そうそう、なるほどね。確かにね。ちょっとお願いします。お願いします。じゃあ。おでも。腕いてぇ。腕じゃねえか。腕じゃねえか。おい、じゃあ腕じゃねえかや。12までいったね。でも、ね、でも確かにな、うん、じゃあ俺と一緒とあんま変わんないな。俺の16やばくない？いや、すごい。何、見かけ倒しってこと？でも負けてんだよな、俺が。ちょっと俺もう一回やりたい。なんか今フォーム間違ってたかも。え、腕はこうだった？今度も俺はそうだったね。うん、いきます。おっ、頑張れ。うわー、くそ。 13.9 のけ。うわ、14の壁がやっぱあるな。頭つけた方がいいな、マチみたいに。どうやってずるな、あの、これどうやってんの。いや、もう一回やれば多分手がでかいとかもある。あ、ありそう。俺だって手ちっちゃいから大変だった。あ、すぐなんかいくよ。いい、うん、ブイヤー。ああ、でも15。15に生きる人だ。それもう分かったわ。あ、テス分かった。うん。やり方が。その、うん、みんな腕でやってるでしょ。いい。引いたって。そこを引いて。一本やりじゃん。ないじゃん。こうやって、うん、下半身。いい。座ってんだよ、だって。下半身だから。下半身。そんな背中は頭つけてね。これでね、つけた状態ね。うん、よし、行こう。下半身に力入れてる。多分今回は下半身でいってる。9だ。9だ。9じゃねえ。9だ。マックスは。え、これカウストして9。戻ってきたんじゃないの？違う。カウストしちゃってるでしょ。カウストしてないよ。針一周してるわけじゃないか。ダメ。弱。だる。
人誰かのゲームあるつまんな何これ壊しちゃったんじゃない壊してないよ。え、残って、うん、あ、大丈夫、大丈夫です。軽、ほんで。軽。59。59、9。あ、じゃあ9じゃん、ほんと。で、9度をやってて。お、3つ目。4つ目いけるか？お前自分の顔打つよ。9で。自分の顔打つよ。それ言ってる時の自分の顔。取ってやるよ。見してやれよ。9だし。うん。体重59だし。うんうん。9度やってるし。うん。もう一口。超えろ。英検2級だ。